海外株で運用する投資信託で株価指数に連動するインデックス型が主流になっている。2022年の純資金流入額は約3兆2000億円と前年比3割増え、データが遡れる06年以降で過去最高となった。海外株投信の流入額に占める比率は約7割と前年約3割から大きく上昇した。個人の間で低コストの積み立て投資が広がっている少佐だが、運用会社は収益確保が課題となる。海外株投信は国内外の株式や債券で運用する投信上場投資信託イコール ETF の属の約6割を占める主力商品だ。日興リサーチセンターによると、22年末のインデックス型の海外株投信の純資産残高は約10兆6000億円と前年比3割増えた。23年に入っても資金流入が続く。個別の投信を見ても主役交代は鮮明だ。三菱 UFJ 国際投信が運用し、DS&P 500種株価指数と値動きが連動するインデックス型の EMAXIS スリム米国株式 S&P500 の運用残高は2月6日に1兆8065億円と初めて首位になった。2位はアライアンスバーンスタイン米国成長株投信 D コース毎月決算型。3位はティクテグローバルインカム株式ファンド毎月分配型とアクティブ型が続く。昨年からの米国株の調整で毎月の分配額が目減りし、中高年の投資家層が慎重姿勢に転じたとみられる。これに対しインデックス型は値行きのように小口投資が積み上がっている。4月から積み立て型の少額投資非課税制度 NISA を始めた20代の男性は、毎月2万円を米国株のインデックス投信の購入に充てる。投資に回せるお金が少ない中で成長が期待できる米国市場に低コストで投資できるのはありがたいと話す。ネット証券に口座を持つ20代から40代までの投資家が積み立て投資する傾向が強まる。楽天証券経済研究所の篠田直子ファンドアナリストは、若い世代を中心に相場変動の影響を受けずに小口投資をする人が増えてきたと指摘する。もっともインデックス型は手数料が低いわけ、運用会社の見入りは少ない。残高 C の EMAXIS スリム米国株の場合、運用会社の三菱 UFJ 国際投信が受け取る信託報酬は残高の 0.034%。 単純計算すると年間の手数料は約6億円に過ぎない。三菱 UFJ 国際の城田秀夫常務は、残高を積んで収益化を図ると話す。インデックス投信の伝統があり、裾野が広い米国との差は大きい。米運用大手ヴァンガードは圧倒的な低コストで投資家からの資金を集めてきた。同社のインデックス投信の運用資産残高 ETF 含むは全体で500兆円を超える。三菱 UFJ 国際は10兆円弱と桁が違う。三井住友トラストアセットマネジメントはインデックス型で商品の拡充を図る。人工知能 AI やデジタル医療などの成長テーマに着目したシリーズに加え、昨年7月に個人型確定拠出年金イデコ、イデコや積み立てNISA に対応した商品を追加した。インデックス型で投資家を引き付けつつ、手数料の厚いアクティブ型でいかに稼ぐかが課題だ。アクティブ型の
海外株投信の22年の純資金流入額は1兆5000億円と前年同期比7割減った。アクティブ型は企業調査の費用などがかさむ。それを上回るリターンを出すには運用力の強化が必須になる。ヤマトアセットマネジメントは著名経営学者のコピーター・ドラッカー氏が提唱した理論に基づいた調査分析で米国株に投資する投信を22年12月に設定した。米クレアモント大学院大学のドラッカー研究所が算出するスコアを活用するなどアクティブ運用で差別化を狙う。24年からは新NISAで投資枠が拡充され、インデックス型の投資の間口は広がる。運用会社はより魅力的なアクティブ型のパイを広げる二面戦略を取らないと低収益から抜け出せなくなる恐れもある。ご視聴いただき誠にありがとうございます。動画は毎日更新しております。皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。本日が皆様にとってより良い一日であればと心より願っております。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。